で、多くの合理的な人々は推測的な探求に没頭しており、そのため彼らの話し方は仮定や前提、確率や可能性、公理や前提条件、仮説や定理で満ちていると。このような話し方では、データはサポート的で二次的な役割を果たし、単なる事実は重要ではないと。言語のこの特徴、つまりデータや事実情報に対する無関心さは、NT の人々を彼らの具体的でないところにいる親戚である SP 型と具体的な対極にある SJ から遠ざける要因ですと。ヘーゲル、この最も傲慢なドイツの哲学者の一人とされており、彼は事実が私の理論と合致しない場合事実が悪いと言ったとされ、それが一部で非難されていると。合理的な人々は言います。事実はそれ自体では語れず、推理の規則に精通し観察力のある人々にとって語られなければならないのですと。何よりも合理的な人々は自分の議論が一貫していることを望み、それによって各フレーズと説が論点を前進させることを試み、論理的に属さないものを導入せず、論理的に必要なものを省略しないように心がけますと。このスタイルは注意深く練られたコミュニケーションを生み出し、 NT 型は人々の発言を修飾語を使って修飾する傾向があり、例えばおそらく、普通は、時折、ある程度などの修飾語を使いますと。ジェームズ・フレイザーという偉大な人類学者が彼の著書ザ・ゴールデン・ボウで自身の発言の正確性についてどれほど注意を払っているか、そして彼がほぼ全ての発言に修飾語をつけていることに注目してみてくださいと。彼がまるで自分の主張を過度に述べることを許容できないかのようですと。この理論は最初にアウトラインで私に提示されたもので、詳細に練り直された今、いくつかの場所でそれを過度に押しすぎた可能性があると感じるを得ません。もしそうだった場合、それが明らかになれば、私は喜んで誤りを認め撤回します。一方で、私のエッセイは難しい問題を解決しようとする最初の試みとして、さまざまな散在した事実をある程度秩序とシステムにまとめるための役割を果たすかもしれませんっていうふうに読んだってことですね、はい、このジェームズなんとかっていう人は何が書いてあるかももうちょっとまとめてくれんかねって、はい、合理的な人々は語彙においても非常に専門的になることがあると。彼らは広範で広くて博識な語彙を使うだけでなく、まあ、人の例としてウィリアム・ F ・バックリー・ジュニアと書いてあるのですが、新興の科学や技術分野で活躍する NT 型の人々は自分たちの理論や発明について話すため独自のハイテク用語を開発することがあると。ああ、1980年代のコンピューター用語ではラム、ロム、ビット、バイトなどの専門的な語彙が使われましたと。ハイテクの話し方の対極は雑談ですと。雑談はコミュニケーションの方法であり、合理的な人々はこれに対してほとんど関心を持たないことは有名ですと。まあそうですね。合理的な人々はコミュニケーションの際に感情を表に出すことを避ける傾向がある。非現実的な要素である体の動き、顔の表情を最小限にしようとしてかなり堅苦しい印象を与えることがありますと。しかし彼らが興奮すると特有の手のジェスチャーが精密さとコントロールへの彼らのニーズを表現する。 NT 型の人々は片方または両方の爪を鍵爪のようにして議論しているアイデアを捉えるかのようにしますと。彼らはまた指を曲げて目の前にある空間をつかみ、アイデアを空中で回転させたり形作ったりします。
指を電卓のように使ってポイントごとにチェックし、小さなものを手に取り、アイデアを整理するのにテーブルや机に並べたりしますと。あ、胡椒とかペンとかを電話をしながらなんか並べたりするんですかね。しかしおそらく最も特徴的なジェスチャーの一つは、親指を指の先に当てることです。まるで NT 型がアイデアや議論を最も精密なポイントに持ってきて、その精度を楽しんでいるかのようです。あ、親指を、親指、親指って親指ですよね。親指、親指を指先に当てる、まあ、なんかアメリカではあるのかもしれないですね。すいません、察せよが通じない。あ、 INT、 植物と雑草分かりますよね。察せよ、植物と雑草、なんとなく言ってることは分かりますよね。雑草を抜いといてみたいな話ですか。おそらくそれは分かる、じゃなくてなんか、まあでも分かんない植物もありますよね。あ、あるそれはあるけど、はい、なんか言わんがしてること、植物と雑草って言ってる人の、ま、はいはいはい、言いたいことは分かります。言いたいことは分かりますよね、うん、でもそれが本当に植物なのか雑草なのかの判、察せよっていうんだったら判断任せてくれたってことだよねみたいな。あ、怖い、それも怖いですね確かに、はい、察せよはコミュニケーションを放棄している状態であると考えていると、まあ、僕も言いませんよ察せよは、うん、もちろん思うだけで、はい、分かるじゃんって。僕も察せようとはします。口があるんだから話せと思うとグローバルじゃないなと思うと。でも NT の人もまあまあ分かりづらかったりするじゃないですか言葉が足りないとも思ったりします、はい、誤解を防ぐ最もシンプルな方法はストレートに表現すること、うん、まあ、傷つく人もいますけどね。あ、手で考え表現、あ、やると、なるほど。ダブルクォーテーションを指でやるのは欧米。あ、これ、あ、引用ですよね。これ引用するとき誰かがこうやって言ってたよみたいなっていう風に聞いたから僕もそうやって思ってましたけど、はい、で英語の先生が言ってました。僕はへーって、はいはい、察しろと言われて回を何パターン考えてもそれが最適解でなかった場合に疲れていると。察しろって言われたらもう僕は自由に察しますけどね察しろは異文化では通じない。まあ言っても、うん、はい、日本じゃんって思ったりしますけど、うん、植物と雑草こうかなって思いつつも何か他に何かあるかもしれないと思うと、うん、まあ、そうなんですけど雑草抜いといてって言われて困るって話ですよ。どれが雑草なるほど、はい